10年目の最初をね、託されたって思いもあるし、歌舞伎は敷居が高いと思っている概念、一緒に2人で青春させてもらってますけど、多くの仲間の結婚式のビデオレターに、たくさん出ようと思います。どういう新年度だよそれ。なんで2人でこっち話すのよ。マイナビニュースをご覧の皆様、竹谷社姫を演じます中村和太郎です。お清野を演じます小野真横です。まあでも大名字、はい、10年前、はい、見ました？見ましたよ。僕もね、客席から見た覚えがあるので、まあ幸四郎の兄さんを一人で、ね、みんなこうあの世代で作るってことで、うん、まあ、今回さ、まあ美之助さん、はい、君を筆頭に、まあもちろん猿之助の兄さんいらっしゃるけど、若手もこうバッとポスターに戻してもらって、うん、そこにね、まず入れたってやっぱ嬉しい。それは僕がね、まあ僕が言おうと思ったことなんですけどね、うん、まあまあでも本名じゃね、やっぱりこうみんな知ってると思うんですよ、本名じっていうの、あのやっぱり映画のイメージも強いですし、それ歌舞伎になったらどうなんだろう、前に歌舞伎でやったことを知ってる、ご存じの方は今回はどういう感じで来るのかっていうところもね、あると思うんですけど、歌舞伎さんもできて10年ということですか。どうですか。いや10年、この間に10年で、僕はね正直その遠い道のりはありますけど、当然ね、こういうあの謙遜とかって夢がなくて僕はあんまり好きじゃないですが、でもまあ虹の中に入ってしまうとね、やっぱりこう虹っていうのは特にあるから綺麗なんだなっていう、うん、入ると汚いわけじゃないけど分からないっていう状態ではありますよ、うんうん、そういう意味では陰陽師も一つの虹ではありました。やっぱりね、でもこの10年目の最初をね託されたって思いもあるし、そうですね、ね、ここからもうどん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 こう大きな大きな舞台ですけど、歌舞伎座ね、ホームグラウンドでいろんなことができたらいいなっていう、そんないろんな思いの詰まったね陰陽師、はい、ということですね、はい、みんなにこう見どころが詰まってるっていうかね、うん、一人一人が見どころですから、ご覧いただいたメンバーだけでも人数数えていただけたけども、こんなに見どころが詰まった作品ってないんじゃないですか。確かにそれぞれを追っていくことで、まあ何でしょう、あの8人分のストーリーというか、うん、まあもっといるかな、あのそれぞれのストーリーが全部こう見ていける、だからお清野の目線でいけばお清野のドラマが見えてくるし、私の竹谷社姫であれば竹谷社姫の目線でのドラマが見えてくるということでですね、まああのとりあえずポスターに載っている人数分は見ないと多分真相にはたどり着けない。8回見なきゃいけないと、うん、多分そういうことなんじゃないかな、うん、まあ勝田さんね、こうやってね強引に宣伝にこじつけるのが得意なんです。いやいや、でも本当そうだよね。まあそうですね、普段からこんな感じですね。まあ先月も一緒に僕らはもう本当にがっつりね京都で舞台をやってまいりましたので、まあその熱をガッと東京に持って帰ってきてっていう思いもありますのでね、すっごい冷静だけど大丈夫。いやいやいや、うん、これねまたどっかでも言わせてもらいましたけど、まあ先輩で、ね、僕後輩でも、まあこの同志として和太郎さんを持ってくださってるっていうのもこれ大前提にやっていかないと、あのもう立ち行かないっていうか自分の心がね、なんでもうそう思って一緒にさせてもらってますけど、うん、ですからそういう意味ではあの一緒に2人で青春させてもらってますけど、あの先月なんかも含めて今月もまた青春の色がねこう真っ青からねこう深い青になっていっているところもあるわけですよ、うんうんうん、これがまた年を重ねていったら暗くなっていくのか、はてまたそこにこうさらに一陣の風が吹いて、うん、さらに今まで以上に真っ青になるのかっていうようなこともねちょっと感じます。ただもう自分の変化も見てくれてるわけだし、和太郎さんの変化も間近で見させてもらってるわけだから、でもその青春を舞台にかけた時に、うん、明日も頑張ろうと思えるような役者同士でありたいなっていうのはありますね、うん、一つありますよ、呪いたいやつ。歌舞伎は敷居が高いと思っている概念、あこれはもう呪いたいですね、大いに大いに大いに呪いたい、もうこの世からなくなればいいんだそんな概念はと思ってます、ね、敷居が高いというイメージが歌舞伎の大きな一つのなんていうかな武器になってた時期もあると思いますけども、うん、今はそうじゃないわけだ。本当そうですよ、まずそれを敷居を下げる役割を担っていかなくちゃいけないなっていうのはね、うん、我ら思っていると思うんですけど、いやだから本当に多分それはね僕らは逆にこうこの自国にいて日本にいて感じることかもしれない。やっぱりさっきもね正面で、うんうん、あの海外からの外国人の観光客の方の写真撮ってたりして、多分ね絶対そういうの敷居ないんだと思うんだよね。ないだ、だから今年はインターナショナルに行った方がいいと思う。うん、インバウンドにもう、はい、ドブッと行きましょう。ドブッと行く、ドブッと行く、インバウンド歌舞伎、はい、インバウンド歌舞伎に行きましょう、はい、インバウンド歌舞伎、はい、そういうことでタックスフリーね、タックスフリー、はい、
あんまり僕らね、本当にね、そういう意味ではあの年度変わりとかもあんまりないですし、まあ、言ってしまうと土日感覚とか季節感覚もないことがあって、まあ、それが良かれ悪かれでもあるんですけれど、まあ、やはり新年度というよりやっぱり春ってイメージがやっぱ4月の公演で強くて、だからその舞台にもね桜も満開ですし、うんうん、やっぱりなんか春らしいことはねちょっと今月したいなと思いはありますよね。この時期ね、やっぱりこうこの年代になって割と結婚するねあの世代でもありますから、なるべく多くの仲間の結婚式のビデオレターに、たくさん出ようと思います。どういう新年度だよそれ。やっぱりね、久しぶりに連絡が来て、今度結婚することになったんだけど来てくれないかって、いやちょっと出られない、でビデオレターが欲しいって頼まれるっていうのは、こうそれなりにみんな、おこの同級生でちょっと活躍してるなって思ってくれてると思うんですよ。だからまあさらにそういう関わりを増やしていくっていうね、それは一つの目標にしたいかな。でもさ、僕らそれこそさ、みんなやっぱり結婚式って土日にやるじゃない、はい、まあ、当たり前祝日とかに、うん、まあ大体出れないよね。出られませんね。結局さ、同級生もね、同じクラスだとさ、同じメンバーなわけじゃん、ずっと結婚式に登場する人たちもね、うん、呼ばれる人たちも、もうビデオレターのこっちもネタがないわけだよ。そうね、そこを今年はちょっとバリエーション増やしていく。バリエーション増やしていく。ああ、うん、それいい、それいいです。だからもう、あ、だから勘太郎さんの同級生だったり親しい人のビデオレター頼まれたら俺が、あ、それもいいかも。お互いに出会う。あ、それいいかも、うん、誰ってなるけど、ね、誰って、うん、それいいかもね、うん、あっちも喜ぶかもしれない。でも俺も中村勝太郎ですって言う。言わないや、化粧したら分かんないかもしれない。鳳凰祭四月大歌舞伎新陰陽師、ぜひご覧ください。なんで二人でこっち話すのよ。